皆さんこんにちは。鉄坊主でございます。いつもひまぼうチャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。えー、今日は時々やるんですけど、まあ私の YouTube 活動の話。えー、今日は鉄坊主チャンネル、まあ、ひまぼうずチャンネルの考え方。まあこの話って過去何回かしたことあるんですけれど、まあ、去年の10月に3週間ほど日本に行って、 でまあ、日本にいる間っていうのはほとんどまあ動画はまあ暇坊主で上げるぐらいで鉄ではほとんどあげられなかったで、えー、まあそんな中で、えー、まあ11月ぐらいからまあ日本に3週間行った分を使っていろいろとまあ動画を作らせていただいてでたい半年ぐらいが経過しましたで日本に行って撮ったものはもうほぼほぼ使い尽くしたかな って感じでまあ間もなく日本に行ってまた新しくいろいろとネタは仕入れることができるしで、えー、まあ私の動画の中でも話をしたことがあるんですが、えー、浜野さんというああのまあ、視聴者もとも視聴者の方だったんですけどもいろいろ動画の素材ご提供いただけるっていうお話をしてでまあ、もう何ていうかな、まあ、浜野さんはもう勝手に私のもうあのうん アシスタントじゃないけど、うん、もうあのどんどんなんか動画の素材を結構いろんなところ旅行行かれてるんでまあいただいてそれで、えー、あのたくさんの動画を作らせていただいて本当に感謝してるんですけれども、えーまあ、そういった、まあ、自分が撮ったもの、まあ、浜野さんから頂い,いたものとかがあって、まあ、いろんな動画を作ってきてでいろんなちょっと傾向が、まあ、出て、えー、きましたんで。 どういうものがいいのかなっていうことをちょっとお話をしていきたいなと思います。 これは別に上から目線とかじゃないですけれどあの YouTube、まあ、主にその鉄道の YouTube とかをまあしようと思っている方が見れば多少は何か参考になるのかもしれないですね。まあ、私ごときねそんな登録者数7万ごときが言うあれでもないんですが、まあ、私なりのちょっとまあ考えですね。でまあ基本的な考え方としては、えー、鉄坊図チャンネルは鉄坊チャンネル 定的な検証を作り込み1本作るのに今もう1週間ぐらいかけてます1週間にも1本ぐらいしか出てませんもうあの本当にまあ暇で結構毎日出してるから忙しくてっていうのもあるんですが週1でしか今出してませんただそれだけまあ手をかけてあのまあもちろん内容についてはいや私はちょっと違うと思いますみたいなことは あるかもしれないんですがここまでやってるんだったらまあそうかなと思えるように、えーまあ、動画を作る時に自分の中で構想を作って例えばここだったらこうなんだろうなーっていうような、まあ、着地点を考えていろいろ調べると違うこともあるんですけれど。 で違ったら違ったで着地点を動かして話のまあ動画の結論がこうなりますっていうようなところを作ってまあそこに向けてえいろんなこのデータの裏付けをつけていくと裏データで裏付けていくと。 でやるというのがまあ鉄,坊で鉄坊主は,基本的には顔出しはしはてませんこういう坊主のおっさんなんでこれイケメンの、ね、お兄さんだったら顔もう積極的に顔出してもいいと思うんですけど坊主の顔は見たくないっていう、まあ、坊主の顔は見たいっていうお声もいただくんですけど坊主の顔は見たくないっていうお声もあるし。 『5、えー、チャンネル』とかを見ると、えー『坊主はいつも偉そうに喋ってる』とか、えー『海外から日本のことを好き勝手やられてあの上から目線はひろゆきみたいで嫌だ』とかって書かれたりとかもするんで、えー、たまに『ごチャンネル』の皆さんた別にそれを見たからどうこうというからない,いですが私の『鉄坊主チャンネルの』の、えー、スレッドを見たら最近なんか私がどうのこうのっていうよりなんか結構真面目な鉄道の話をされてるスレみたいになってきますね私のなんか『鉄坊主チャンネル』『鉄坊主を語るスレ』みたいなのがあるんですけどはい。 えー、見てますよ、でも、あの時々、本人、これは本人だろうとかって書いてますけど、私はあのここに誓っていますけど、一回も書き込んだことありません。はい、一 <laughs> 回も書き込んだことありません。えー、ただ、あの拝見はさせていただいております、いろいろと、えー、参考にはさせていただいております。あの顔出しをせずに、えー、コンテンツで、えー、個性を示す、だから鉄棒ズチャンネルっていうのは、 こういうチャンネルなんだっていうようなことをチャンネルのコンテンツで示すという方向性でやってます。で、そのためにはもう徹底的な検証を作り込み、それからなるべく万、えー、人の方に聞いていただいて不快に感じないよね。まあそれでもちろんぜ全員についていただくのは絶対無理なんですけど、なるべく淡々と アナウンサーみたいっていうようなあの嬉しいお声頂くこともあるんですが基本まあそこまで行けてないと思うんですがそれを意図あのそれを目指してはやっていますですからあの原稿をこういうふうにあのひ孫チャンネルと思いついたまま喋ってるから a とかあーとか途中に入りますけどえ鉄棒図チャンネルは a とかあーとか入らないしえー、っとこれはねとかいうようなり方はしないあのもうみんな うん、あのー、どうのこうのってもずっとその事実を原稿を作ってその原稿を喋っていくで間違ったら全部直す、えー、言い間違えたら直すっていうことをやるんで音を取るだけでも結構1時間とかかかったりするんで20分の動画の音を取るだけでも1時間ぐらいかかったりするんですで原稿を作るのにも結構時間かかるっていうようなことをやってるから1週間ぐらいかかるんです。で一方ののチャンネルはもうあのー 見たニュースをすぐ出すから速報性で取って出しもうこうやって、えー、ホワイトボードに一応喋りたい内容をダーッと書いてこれを見ながら喋っていくだけなんでえーとかあと、うん、なんだっけみたいなことを喋りながらやりますけどそういう,もう取って出しであとは、えー、このビジュアルが OK な人に向けてますだからもうこっちはある意味キャラで個性を、うん、やってますただちょっと後で話すけど鉄があっての私暇だと思ってるんで、うん、まあとはいえこっちは基本的に坊主、えー オーケーな人っていう向けになっっててますはい <laughs> っていうようなだいたいこういう位置づけで今やっててでちょっと、まあ、鉄ボードチャンネルの、まあ、ちょっと動画の傾向を見るとやっぱり解説系きちっと作った動画っていうのは最低でも5万再生は取れてるんですで、まあ、その中でずっと見てるけど一番いいのはやっぱり日本海的に一番いいのは桜平37万、うん、これが今のところトップうちの動画やっぱ100万いかないですよね うん、10, 万10万いけばヒット、うちの中では10万いけばヒット。で、まあ、5万いけばまあいいかぐらいの感じです。で、2番目が京都27万、え上越妙子22万。で、えー、この手の動画の唯一の失敗例は、えー、大宮ですね、えー大宮じゃなえー。大宮か、大宮じゃなくて大宮か、うん、が4万、うん。これだけは失敗、5万超えてないのはこれだけです。 でえっ、ー、と一応こういう動画っていうのは1年後でも視聴に耐えられる賞味期限が長く資産性の高い動画です、えー、例えばこう速報性のある動画っていうのは例えば 米坂線の動画とか出しましまたよね、えー、米坂線の損壊議論がし始まるかもしれない動画っていうのはえこういう動画っていうのは、まあ、1週間ぐらいまでは見れるかもしれないけど少なくとも半年後にはもう状況が変わってるかもしれないんでおそらく見られないだからもう基本的に初速だけなんですけどこういう桜平の検証だとか京都駅の検証とか上越妙高がどうとかってこういう動画っていうのは1年後でもまだ見れる。 だから結構賞味期限が長いんですよ、これが今、鉄棒図チャンネルが、やっぱこれが成功してるんだなっていうことが分かります、で、資産性が高いっていうのは、結局、まあ、ロングテールですね、ずっと売れていく、ロングセラーみたいな感じ、まあ、もちろん、YouTube の動画っていうのは、基本的に、えー、再生数が伸びるかどうかっていうのは、もう初速で分かります、もう半日ぐらいで分かります。 例えば、えーとね、ちょっと先日出したリニアの動画、あれはあのーまあ、私、ツイッターでもつぶやいたんですけど、リニアのが静岡に止まらないっていう話なんて、もう散々こすり倒されてるは話なんで、果たしてどうなんかいなと思ったんですが、まあ、出すときに、とはいええー、リニア、ちょっとあれ、私、うまく表現できなかったんですけど、リニアにおけ、リニア開業後の東海道新幹線って、ある意味、平行在来線に近い。 もちろん、もっと全然レベルは違いますよ、レベルは全然違うんですけど、長距離輸送を奪われたローカル線、例えば西九州新幹線ができて、カモメがなくなった長崎本線みたいな感じ、そまあ、もちろん東海道新幹線がそこまで輸送度が低いとか、そういうことじゃない、あくまで位置づけとして同じような感じになっている。 っていうようなことを、ちょっそこまく表現できなかったんですけど、傾向を変えらせたまで言えなかったんですが、まあ、そういうことも含めて、将来のことも含めて話せば、まあ、ちょっと見てもらえるかなと思ったんですが、これがですね、思った以上にご覧いただけてまして、まあ、これほぼまあ10万再生いくと思うんですけど、だから10万いけばうちヒットなんで、出して48時間でもう今、9万弱ぐらいまでいってるんで、これは成功例ということで、 うん、だからきちっと解説をするっていうことをすれば、まあ、それなりに取れる。で一方で ただ、や、乗ってきたとか、やってみたとか、うん、現状を見せるだけの動画っていうのは、やっぱりいまいちです、うん。で、例えば、芸備船に乗ってきましたと。広島から、えー、ビンゴチェイまで乗りましたと。で、途中の駅で誰だ、何人がおりました、何人が乗りました。で、えー、こんな感じでした。以上。みたいなんだと、うん、まぁ、あ、芸備船やっぱり実際5万強。それから、お津つがる今別、1日いました。6万強。丸1日潰して6万強ということで、非常にコスパの悪い動画です、これは。もう本当にコスパの悪い。あ、でもそうでも なないのかな調べ1本作るのに 1, 1, 1週間とかかかってるからこれだと丸1日いてただほぼ編集するだけでだけどでも結局こういうのって伸びないんですよ結局この辺でもうろうろしてるんですよちょっとずつちょっとずつ増えてる気が付いたら芸備線6万ぐらいになってるかもしれないけどこっちみたいにどん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 伸びていかないまあ桜平もさすがにもう止まってますけどでも気が付いたら40万ぐらいになってるかもしれないですやっぱり伸びがこういうのはいまいち。 あととちょっとここに出さなくて、えー、とライブ配信の時にも言いましたけどあの駅の周辺人口の動画あれも、うんまあ、手はかからない割にはまあまあまあなんでけあれやっぱり一定2万とか3万なんですよ再生回数がだこれだといまいち。 なんでだからあれはもう最後まとめてドーンって出しちゃってもうあの強制終了みたいな感じで終わらせちゃったんですけれどあれはあの都道府県でずっとやっていけば47回持つなという下心があってやったんですけどやっぱりそういうのはダメですね見透,か見透かされます。いや鉄棒図チャンネルの動画については 手を抜いちゃダメ。だから、ローカル線、ただ、ゲイビ線乗ってきましただけだとはこうなんですけど、ローカル線に乗っただけじゃなくて、数値で基地と検証を含めるっていうのが、こういうのはやっぱわかるんですよね。だ鼻先花咲線とかやると8万行くし、大糸線も8万行く。で、これもしばらくしたら多分10万超えてるかもしれない。でこういうふうに、あとは、宗谷本線も、ただ、乗ってきました。っかないから奈良路まで乗ってきました。 でこれだと、えー、あんまり良くない、これだと本当、多分ん3万ぐらいしか行ってなかったんじゃないかな、でえでもこれが宗谷、えー、本線をきっちりですね、これをやると、え何本だったかな、宗谷本線とかになると、8万いってますね、これも、ただ宗谷本線乗ってきただけとかだったら、3万ぐらいしか行かないんですよ。 で天北宗谷三崎線のバスとかまあこれはそれなりにまあそこそこ行ったからまあ4万あでも4万5,000かで宗谷本線乗ってきただけの動画と5万行ってないっていうことでやっぱりだからやっぱり乗ってきたやってみただけだったらいまいちうちのチャンネルはせいぜいそんなもん坊主のおっさんがただやってみた乗ってみただけだと言っても5万まあそれでも5万見ていただけるとありがたいことなんですがやっぱこっちに比べるといまいちだしこういうのは。 やっぱり後,後,後伸びもしないこっちはずーっとじわ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 伸びていくんですけれどというような感じだ,だから鉄坊図チャンネルはやっぱり数値などのデータでしっかり裏付けをするっていうことでチャンネルの存在価値だ鉄坊図チャンネルの動画っていうのはこういうもんなんだっていうふうに一回見ていただいてこういう動画を見ていただけば認識できるけどもこれを見た後にこれ見るとなんかあれみたいな感じになっちゃうかやっぱこういうのって。 あんま今後やんない方がいいのだ,だからローから線乗ってきてもローカル線に乗ってきました、ね、見てきましたその上で実際調べたら数値はこうです人口はこんな風に減っていってますとでここの駅の近くには高校があるからここのところはまだしばらく需要は見込めるけどぐらいのところまで突っ込んでやっていくでそれぞれの町とか沿線の市町村の地域公共交通計画とかまで読んでやるとまあこれぐらいはいくとうまくいけばこっち っていう風になるんですけどただこの辺はねやっぱりねそのもの自体がやっぱり引きがあるかどうかってなりますよねなんかやっぱり柵平と小室ってこれも多分今までやった人いるいるか小室は、えー、栃丸さんもやってたかな。で いるんですけれどあのリニアについてはこんな伸びるとは思いませんでしたみたいなことをツイッターでやるといやいや,やっぱりその私がな鉄棒さんがやってるから見に来る人もいるんじゃないですかみたいなありがたいお言葉を頂い,いてなので、まあ、それもこういうことをずっと続けていくとあこの人の動画だったらリニアもこういうふうに料理してくれんのかなみたいに思って見てくださる方がいるでリニアがリニアじゃないわのぞみが静岡のぞみが静岡っていうのは多分、まあ、料理で言えばもう皆さん 皆さんでもこの人が作るんならちょっとまた違うのかなと思って食べに来てくれる人が多いのかなっていうふうに思ってます今後はやっぱこれをしっかりやるからまあ週に1回かもしれないけれどもやっぱこれをここの存在価値をやっぱ維持しないする。 で一方で、暇、今しゃべってるこれ、これは手がかからないから毎日配信、毎日出してます、動画、この間、インフルエンザでお休みしましたけど、基本的に毎日やってます。とはいえですよ、あのこうやって今話してることだって、それなりに一応考えてるんですよ、こう見えて、きちっと考えて話してる、あの他のニュース、鉄道ニュースのことについても、一応一通りのニュースソース、いくつか目を通して、内容頭に入れてで、自分なりに咀嚼した上で、皆さんにお話をしてるんで、そこ そこそこ一応内容は吟味してるんですけどだからまあ平均最近1万再生ぐらいはキープしてます今ねぶっちゃけないすると暇坊主チャンネルだけでもうーんまあつつましい1人暮らしのつつましい生活ぐらいならなんとかなるかなぐらいのレベルの収益です今こっちで暇で、うん、で 鉄と暇でまあまあもちろん鉄の方が上なんですけど鉄は週に1回しか出さなくても毎日出してる暇と最低でも同じぐらいの数値が出るだから動画を出した時はぽんとしあの収入が上がってその後下がるんですよ YouTube ってでも暇でそれをやっちゃうと下が,った下がったところのレベルがやっぱり低いんだけど鉄は下がってもそこそこのところで横に行くんですよ。 だ結局それがこの賞味期限が長く資産性が高いということだと思うんですで、まあ、なただまあ暇も内容を義務すると一番再生はいくんですけれど、まあ、でもこれもやっぱりこういうことをやってる鉄坊主の内容があってあの中にはあの鉄は見ません暇しか見てませんとかこっちの方が面白いですとかっていう方もいらっしゃるんですけどでも平均の再生数を見ると ひまぼうチャンネルで37万も再生数、まあ、一番うちで再生数取ってるの昔出した西日本、JR 西の赤字ローカル線の話かな、あれが多分一番で、あれが一番、唯一50万超えてるのかな、50万再生超えてるんですけれど。 そんな動画はひま坊主では生まれないんですよ。暇、えー、ひま坊主のチャンネルで、えー、動画で1枚っていうのが5万ちょいかな。えー、北陸新幹線の着工5条件が、えー、実は全然揃ってないみたいなで、あれで5万ちょいいったかな。でもせいぜい大ヒットでそんなもん。5万超えたら、でも一応1本でしょ。だから10倍いくんですよ。こちらで桜原37万。JR 西日本の配線全部してみました動画で五50万いくから、やっぱり行っても大ヒットでも10分の1にしか行かないんで。 ですから暇坊主っていうのはそんなもんだしあと賞味期限が短いさっきもお話ししましたけど米坂線の損敗機能がどうのこうのっていうニュースみたいな動画っていうのはもう1週間したらもう見られないましても1年後なんてそれ見る人はほぼ皆無、うん、なんでずーっとこれも,あのもう TikTok とかもうあのショ YouTube ショートみたいなものでどん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 消費される動画なんでだから私もこれにはそんなに 一応内容はきちっと咀嚼して、うん、皆さんにご理解いただけるようにお話はします。だからまあ平均1万ぐらいは取れるんですけれど。 かといって、そんなに手はかけられません。えー、ですから、もう速報性取って出し。で、こうやって私が顔出しして、よりこういうふうにホワイトボードに書いて説明するだけっていう動画になるんですね。まあ、たまにキャプチャー動画を入れたりとかして、画面を見ながら説明しましょうみたいなこともやるんですけれど、全部ホワイトボードやめて、基本的にえ全部そういうふうに、 しても、いいかなと思うこともあるんですが、まあ、こ,これを書くことによって私も内容をきちんと咀嚼することができるんで、まあ、こういうふうに書いてるんですけども、まあ、賞味期限が短いです、暇は。うん、ですから、もう鉄と暇だと鉄道系とは言ってもやってる内容は全然違う、ただ、暇でさっき申し上げましたけど、暇で、えー、これだけ再生数が取るのはあくまでこっちの活動があってのことかなと。 鉄棒図っていう人はこんな動画をやっていると。その人は、まあ、あっちで顔を出して、毎日毎日ベラベラ喋ってるまる、あ。こういうことをやってて、まあ、こっちでこんだけ、えー、手をかけた、まあ、それなりに数値に基づいた解説をしていると。えー、そういう人の動画だから、まあ、こっちでも見ていいかみたいな感じで、こっちだけでやってると、多分こっちがなくて、こっちだけでやってると、おそらくここまで回らないんじゃないかなと思います。あくまでこういう。 偉そうな言い方をすると一応鉄坊図チャンネルっていうところの、まあ、コンテンツまあなんていうか、うん、ブランドイメージとまで言いませんこんなブランドでもなんでもないですけど鉄坊図ブランドでもなんでもないんですけどあくまでそういうこっちで、うん、鉄坊図とはこういうもんだっていうものがきちっと認識していただけるようになってるからこれが成り立ってるっていうことだと思いますなのでもしこれ YouTube をこれからやろうとしてる人 とか、まあ、やってるけどちょっといろいろ考えることが考えてるんですけどっていう方だにまあアドバイスというほど偉そうなもんじゃないですけど基本的にはまあ、顔出しするかしないかっていうのはその人の個人の考え方ですけどこの私のチャンネル、まあ、鉄棒図チャンネルっていうのはこういうものなんだとこいつがやってるチャンネルでは常にこういう動画が出てるというそこの個性をうん まあ、もちろんあの顔出しをして顔とかその人の人物を好きになってもらってそのキャラでっていう。 あの鉄道機、まあ、例えばその代表例っていうのはスーツさんであり西園寺さんであると思うんですけどあの方々はもう基本的にあの方々があの方々が好きだからあの方々が映ってるから見るっていうことだと思うんですよもちろんそこには、えー、そこから出て,出てくるにじみ出る、えー、その人のキャラとか、えー、雰囲気とか喋り方とか、うん、表現の仕方とか表情とか、うん、見たそのままが好きだとか、うん、スーツさんかっこいいねとか西園寺さんかっこいいねとかかわいいね とかまあそういうあのキャラですけどまあ私は見ての通りこの坊主のねもう本当にあのもうし,しわしわがしわくちゃのおっさんなんでキャラではあまり個性は出せないまあこっちではやってますけど坊主が OK といういやマニアックだから基本的に鉄坊主では顔を出さないだから出しても出さなくても関係ないもうコンテンツで個性を示す。 こう鉄棒図はそういうチャンネルだからだったらこの人のやってる動画だったらリニアの中央リニアでは「えーさえー、っと望みが静岡に泊まる」っていう散々こすり倒されたネタ「作、えー、平」とかこういうネタも、まあ、こいつがやるんだったらどういう風にに料理するんだろうと思って見に来てくださる方がいるっていうようなことだからいかに個性を出すかっていうことではないかと思います。うん、その個性を 出すのがむず、難しいし、私もそれははっきり言って未だによくわかってない。擦り倒されたネタだけど、じゃあ私なりのやり方でやってっていうことで、例えば他のことをやって出しても、あれっていうこともやっぱあるんで、YouTube ってほんとわかんない。何が回るか本当にわからないんですけれど。 なんで一応、私のチャンネル、まあ、あとここに旅坊主チャンネルってあるんですが、まあ、あれはもう旅行に行ったときに撮ったもの、ただ、私がちゃんぽん食ってる動画とか、唐揚げ定食食ってる動画とか、まあそんなんしか出てこないんで、それは本当に坊主が OK な人で、さらに坊主が OK な人向けっていうことになるんで、あの本当にもうそういう感じなんですけど、あれはもう本当に、とあれこそサブチャンですよね、まさにね。 っていうような感じ。だから、乗ってみた動画的なのは、もうそっちでこれから、ただ、なんとなくバーっと乗ってきましたみたいな、ただ、坊主がのんべん、だられると乗ってるだけの動画っていうのは、そっちで出していけばいいのかな。ゆるい動画、うん、芸備線乗ってきましたみたいな、そういうのはやればいいのかなと思います。はい。一応、まあ、私のチャンネルはこういうふうにやっていて、うん、こういうふうに私は意図して、こういう個性の出し方をしているということなんで、 えーまあ、見てる人があこの人はこうなんだと思ってもらうのとあとはなるべく、うんまあ、個性を出しつつ、うん、なるべく万人ここは難しいここの指図鑑が難しいんですなるべく万人受けするような感じでやっていけばいいのかな、うん、と思います。うん とはいえ、これも後付けですけどね、私のチャンネルが最初に鉄棒チャンネルが跳ねたら、北海道新幹線バーチャルツアーなんで、顔も出さなきゃ声も出さないみたいなところで来てるんで、うん、そういうところから来て、その後にこういうことをやり出してこっちが伸びてきたっていうことなんで、はい。未だにまあバーチャルツアーとか手もあるんですけれど、まあ、そんな感じでございます。今日はちょっとまあ、私のね、YouTube の、まあ、あれこれについて、いろいろとお話をしてみましたが、 うんとはいえ私もまだ正解は見つかっておりませんし YouTube の状況と日々変わっていくんで、えー、ずっと頭を悩ませながらやっていきたいなと思いますんで、えー、今後ともよろしくお願いします。